デハビランドドン1937年、飛行中の DH-93 の試作機、デハビランド DH-93 ドンは、ハットフィールド飛行場にあるデハビランドエアクラフト車で製造された1930年代の英国の三座の多用と練習機である。ドンは、英国空将要求仕様 T6-26 の多用と練習機に応じて設計された単発の、 木製応力外飛行像の単葉機であった。DH-93 ドンは操縦士、無戦士と重視訓練のための練習機として計画され、射撃訓練用に胴体背面の充刀の搭載が要求された。試作機は1937年6月18日に初飛行を行い、公式評価試験のためにマートルシャムヒースへ空軍基地へ移送された。 試験中に機器が追加され重量が増加したために、これを軽減するために、背面重灯が撤去された。この機体には垂直尾翼の下に、小さな補助のフィンが追加されるという改良も施された。この変更は5機目から取り入れられたにもかかわらず、このタイプは訓練には向かないと判断され当初の250機の、発注はわずか50機に削減され、このうちの20機は、 エンジンなしの機体のみの状態で地上訓練用に納入された。残りは1939年初めまで英空軍第24飛行隊や英国中の多くの基地艦、飛行隊に連絡機として収益したが、戦争が始まると前期が訓練用機材にするために飛行停止となった。ありがとうございます。